皆様お久しぶりですハローエブリワン My name is 伊藤の伊藤わーただいまみんなみんな元気だった。はじめましての人は、はじめましてただいまの人は、ただいまなんて言ったらいいかわかんないやいっぱいコメント流れてるずーっとね、配信したくて配信したくてたまらなかったですようやく帰ってこれて嬉しいですはい、どうですか私のニューフェイス可愛い？全身見せるか。全身はね、こんな感じ。あ、まだ全身出てないや。ちょっと狭かった。こんな感じ。これを上にすればいいのか。配信離れすぎどうなの？かわいい、ありがとうみんな。Thank you, thank you, thank you。 すごいね、久しぶりすぎてね、ドキドキが止まんないんだよ私は。緊張いっぱいしてるけどね、うん、それよりもみんなと会えたことが嬉しすぎて、戻ってくれたことが嬉しすぎてうん、なんか喜びに変わってる。 I'm so happy, thank you。 こちら感じで、全身はこんな感じですね。でしょうか。最高、ありがとう。まずはプロフィールかな。プロフィールを紹介したいと思うよ。じゃーん、はいみんななんかツイッター見てくれた人は知ってると思うんだけど、誕生日が1999年1月10日、年齢22歳、身長163センチ、大型、利き手右手、趣味はゲーム、好きなものはタバコとお金、嫌いなものは嘘と外出です。で、配信のことつぶやくときは縦のが暇っていうタグをつけてほしいです。で、私はみんなのことを横の糸たちって呼ぶね。横の糸ね、音量上げてほしい。これでどうだ。もっとマイク近づけるか。どうですか、聞こえる？みんな大丈夫そう？テステステース。え、今日いっぱいねテストしたんだけどね、ダメだった？失敗しちゃったかな。久しぶりすぎて
ったですか？で、ファーっと書くときは糸が見たいねってタグをつけてくれると嬉しい。見に行くから。で、まあ説明は、説明っていうのかな、スラム街でマフィアのボスに拾われて面倒することになったバーチャルストリーマーになってます。ヤクザメイドヤクザメイドってそう、私の配信はね、海外の方がいっぱい多いと思うんだよね。海外に来たちがいっぱいいると思うんだけど、日本のね、に来たちもね、いっぱい増やしたいのね、私は。みんなにね、なんか楽しんでほしいから、これからもっと地球を侵略していきます。地球を侵略するっていうのはおかしいかな、って言えばいいんだろう。いろんな、日本も世界も制すよ。で、配信活動場所が YouTube と Twitch ね。内容は主にゲーム配信になってます。ね、一番やるゲームがバロラントで、その次 Apex、 その次ロル、その次 TST、 その次麻雀みたいな感じになってます。あとゲームもね、いっぱいもらったことあったから、ゲームもなんか他のなんかゲームとかもやっていこうかなって思ってます。まあ、ゲーム配信がメインですね。で、次、まあ、ざっとプロフィールはこんな感じですね。みんなプロフィール多分気になってたから先にね、お伝えしました。で、次はね、配信に対しての注意事項になります。はい、注意事項、注目。英語はちょっとさ、小さいから見づらいかもしれないけど、あとね、あのツイッターにも流すからよく見てほしいなって思います。注意事項、他のチャンネルではうちはネタは控えてください。各国独自のミームを対応することはご遠慮ください。他の国のね、方とかもいるから、みんなで楽しみたいから、それはお願いします。あとはね、人を不快にさせるような発言はご遠慮ください。これもさっきと一緒で、みんなが楽しめる配信をしたいからお願いしたいと思います。あとは他のチャンネルで私の名前を出さないでください。あの、話題に上がってたりとか、その人が言ってるならいいんだけど、なんか私のことを、まあ、話題に上がってないのに聞いたりとかするのはあんまりよろしくないかなって思うので、やっぱその人の配信はその人の配信で楽しんでほしいかなって思います。次、チャットでの視聴者同士の会話はご遠慮ください。そう、これからね、いっぱいね、いろんな人に好きになってもらいたいから、だからこうチャットで会話しちゃうとね、なんかやっぱ初めての人とか入りづらいかなってなっちゃうから、そうならないようにちゃんとみんなで、ね、配信に対してなんか思ったこととかを言うならいいんだけど、その配信に関係なくて、こうチャット内で会話しちゃうのは良くないから、チャット内で会話したいとかそういう気分の人はぜひファンサーバーの方で、概要欄に貼ってあるので、ファンサーバーの方でみんなでお話ししながら私の配信を見てほしいなって思います。次、そう、人としての最低限のマナーを守ってください。まあ全部上のことは人としての最低限のマナーかなってところではあるんだけど、まあ、ちゃんとマナーを守ってもらえると、まあ、よりね、快適な配信ができるからね、私も安心して配信できるし、なんか誰も傷つかないで
私の配信を楽しんでくれたらなって思うから。でこのルールが守れない方はブロックさせていただくことがあるので、そこはご了承ください。大丈夫そうかな。みんな元気な返事がありがとう。OK。 Do you understand? ありがとう。Thank you, thank you. はい、ってことで、次。え、なんかさ、パパ行きすぎて時間余っちゃうな、これ。もっと長く話しようってやったんだけど。次はね、活動内容と読むについて、ちょっと、これもね、英語ちっちゃくなっちゃったから、後でツイッターに載せるね。活動内容、ツイッチの配信の時は、主に長時間配信がメインになってくるかな。ツイッチってさ、こう、12時間とか決まりがないから、いくらでも配信できるから、ツイッチがほとんどメインになるかなって思う。多分ね。多分だけど。だからなんかこう、配信したいなって思った時に、なんか、例えばバロラントしたいな、バロラント配信したいなって時はツイッチでする。で YouTube はこういうなんか記念配信は、初配信だったり誕生日とか1年記念とか記念配信だったりとか雑談歌枠とかそういうコラボとかそういう時に使おうと思ってます。あとはクリップとかツイッチでクリップ機能あるから、そのクリップ機能ね、集めた動画とかを貼ったりとかすると思います。だ概要欄に行ってツイッチフォローしてくれると嬉しいなって思います。ツイッチもよろしくお願いします。ま、YouTube の方ね、ちょっと、ワタファーな事件が起こって、養成時間ね、養成時間のやつ、最初からになっちゃったから、みんな、協力してほしい。いっぱいね、配信見てもらって。だから次配信するの、歌枠にしようかなって思ってる。歌だったらみんな聞いてくれるかなって思うから、ループして聞いても、なんか、飽きないかなって思って、ゲーム配信とか見てるよりは作業とかね、最近ちょっとこのご時世ちょっと世の中ちょっと菌が溢れてるから、菌が溢れてる、危ない菌がいっぱいあるから、そうだから歌とかにして、あ、在宅業務とかしてる人が聞いてくれたらなみたいな、休憩がてら聞いて、あー癒されたなーって思ってくれたら嬉しいです。ね、縦の糸の夢ですね。バーチャルストリーマーとしての夢は YouTube ね、金の盾をもらうことです。まずは銀の盾を目指して、あ、できたら年内10万人行きたいなって思ってます。で、それと同時に、ツイッチの方も頑張っていくので、応援よろしくお願いします。と、私自身の、なんか、私自身の夢はね、ま、起業して、なんか、事業を成功させたりとか、そういうことをしたいから、バーチャルストリーマーという、携帯を取って、自分が広告として使いたいと思ってて、大きい夢でしょ。会社を作りたいの。ねえ、なんか
ザインしたりとかお洋服の勉強はしたことあったから、なんか服のデザインだったりとかそういうことしたりとか、自分がやりたいなって思ったりとかしたことをしたいなって思ってて、まあだからその配信を私の成長日記だと思って見てくれたら嬉しいなって思ってます。こうなんか1年後とか2年後とかはまだまだひよっこかもしれんけど、もうなんか5年後とかになったら大きくなってるかもしれないから、その成長をみんなには見届けてほしいなって思ってます。英語読めない英語読めないか、どうしよう、これでかくするこれツイッターにもあげるから後で読んでいただきたいと思いますあーまだ緊張してるよはい、次、やっぱりもうなんか発表するものがほとんど終わっちゃうんだけど、次はですね、じゃじゃん、お知らせになります。と縦のニットさんは、まあ、クリエイテッドバイワンダーマインドなので、あのワンダーマインドというクリエイティブ団体の方が作ってくれたものなのですが、活動としてはね、一人でやってるので私にもできないことがいっぱいあって、まあ不器用だからできないっていうのもあるんだけど、こういうことができる人がいたらなっていう人を探してます。なんか技術がある人とか、この配信を見て、あ、これならできるって思った方、そこの君ツイッターの DM お待ちしておりますで、ツイッターの DM 送っていただけたら反応しますので、その後にディスコードの交換をして、ディスコードでポートフォリオを見せていただいて、でどうなるかって感じですね一緒に私と夢を追いかけてくれる方いたらぜひ応募していただけると嬉しいですで、まあ表のこういう配信とかに出れる方だったら、まあコラボとか企画とかして楽しい、なんか楽しくこう成長していけたらなと思ってます。こう表だとね、やまりとしか言えないんだけど、まあ詳細は通話で説明しますので、なんか気になる方いたら DM お願いします。大丈夫そうかなうー、説明が終わっちゃうよあとね、あ、そう、ここ大事なんだけど、切り抜き職人募集してるんだけど、私がさ、エグゼ好きだから、エグゼ作れる人募集してるから、これ作れる人いたら教えてくださいとても必要ですゲーム配信者なので、よろしくお願いしますはい、ね、以上になるかな、紹介はどうしよう20分で終わっちゃったこんな早く説明するはずじゃなかったんだけどな、うん、まあでもいいか動画じゃないよ、配信ね、出
だマジ小さいっていう言葉があったらね、今からツイッターにその画像をね流したいと思います。ツイッターにその YouTube に上げた画像を載せていくので、よかったらツイッターのフォローよろしくお願いします。ちょっと待ってね。ツイートして、これもツイートして、これもツイートします。はい、ツイート完了いたしました。ありがとう、みんな。え、まだ声小さい？結構ね、声大きめね喋ってるはずなんだけど、あーあーテステステース、どう？大丈夫？あ、PC スペック、 PC スペック、 PC スペックはね、インテルコア i9 の、あとグラフィックボードが、なんだっけ、あ、RTX3070 です。強強 PC 軍になりました。そう、ちょくちょくね、私がニートしてるときに、スラム街にいたときに、ファーサーバーの方でね、私が PC 変えたよーとか言ってて、知ってる方はいらっしゃると思うんですけど、そう、PC くん、やっとね、問題なくゲームができるようになりました。みんながPC くんのこと心配してくれてたんだ、めっちゃ知ってるから。めっちゃ面白いコメント欄が。そう、みんながね、いっぱいお金くれたから買ったから。まだね、4000時間届いてないから、この縦の糸になって、まずは目指せ4000時間ですね。頑張っていきたいと思います。あとは英語を話すことを学びましたか？私はバラランとしかしてませんでした、すいません。このスラム街では、スラム街期間中ではバラランとゴールド1になりました。そしてエーペックスはプラチナ4です。そう、PC くんが OP になったため、ちょっとランクが上がりました。あとね、モデレーターをね、なんだっけ、あれ、なんちゃらボット、なんだっけ、
なんちゃらボットってのを入れた。ナイトボットか。そう、ナイトボットっていうのを入れたから、これはあまり良くないぞって、これダメですよっていう言葉はあのナイトボットくんがね頑張って消してくれます。ちなみにホラーゲームは嫌いです私一人だからさ、誰かが消してくれるとかないから、ちょっとボットの力を借りて配信しようと思ってます今のところは。なんかね、新しい仲間がね増えたら、チームがね、チームのメンバーが増えたら手伝ってもらおうかなって思ったりとかするんだけど、ホラーゲーム嫌です絶対嫌だホラーゲーム挑戦したくないです。心臓が痛いくなる。びっくりして、びっくりするの苦手だからさ私ホラーゲーム一人で遊ぶの楽しいって、ほら一人で遊ぶの楽しいって言っといるから。すごい、みんなありがとう。でもなんかね、無事にね配信のスイッチを押せてね、私は心がほっとしてるよにゅーん、いや私がほっとそんな大ごとあ、私がスラム街で生活してる時の話をするか。スラム街期間中はね、ずっとねお金が減ってて不安だった収入がないからやっぱりね、ノーマネーノーライフなんよ。ちなみに手は動かせません。すごい横顔とか綺麗でしょ。顔もうちょっとやってみる。すごくね顔綺麗なんだ。ヒントはあるよ今はついからつけてないけど、じなんか今までさ、みんな私がにやけてたりとかするの分かんなかっただろうけど、結構みんなのねコメント欄見てにやけてる。ウインク。うん、両目つぶっちゃうんだけど。
かね、あ一瞬できる、うん。どうですか。でもね、こう横顔がね、やっぱ綺麗なんだよね。この横綺麗じゃない？とても好き。このぐらいにしようかな。みんな褒めてくれてる。私が可愛いというよりかは、やっぱね、作ってくださったまこさんのおかげなので、概要欄にあのクリエイトしてくれたワンダーマインドさんとまこさんの URL 貼ってるので、皆さんぜひ見てみてください。そう、あと BGM も変えました。BGM はね、あ、ちょっと待って、こっちスクロールすると、こっちまでスクロールしちゃった。 BGM もね、フリーの BGM 上げてる人がいて、 YouTube と Twitter 貼ってるので、皆さんよかったら見に行ってください。かわいい BGM いっぱいあります。デザイナーさんはね、この一番下に書いてある、概要欄の一番下に書いてあります。 Twitter にも貼ってあるかな。 Twitter の概要のところに貼ってある。ママとパパは一緒です。師匠誰だろう。師匠は何を翻訳して師匠になってるんだ。ママパパなら、今ね、Google のやつ日本語訳にしてコメント欄見てる。すごいナイトボットくんが仕事してるんだけど、何みんなに言ってんだ。なんか海外に気に紛れて来てくれてる。お友達がいるね。コラボの予定は、私はさっきの制作メンバー募集の時に紹介した通り、制作メンバーに関わった人たちとコラボします。あのね、前の時急にいっぱい人数が増えた時にちょっと
いろんな人から DM 来てて、やっぱりあの平等にさせたいので、私の制作に、制作っていうか私がやりたいことに関わってくれた人とか手伝ってくれた人を私は応援したりとか宣伝したりとかしたいので、そういう人たちの力になるためにそういう人たちとコラボしたいと思ってます。デートには行きません。家、外出嫌い。外出嫌いなの私は。ナイトバットくん絵文字嫌いなの。あ、そう、あのメンバーシップはまだね、絵文字とか作れてないから、絵文字作れる人も募集してる。絵文字作れる人とかそういうの募集してます。そう、なんかいっぱいスタンプ私も欲しいから、自分のスタンプがなんか作ってくれたりとかしたら教えてほしい。メンバーシップ待ってて、あ、でも養成時間行かなきゃいけないんだ、まず最初に。What the fuck の事件が起こって、養成時間行かなきゃいけないから、近々お歌配信します。お歌配信して、みんなに聞いてもらって、どれだけ早く養成時間いけるかっていうのをしたいかな。あ、ナイトバットくんが強すぎる剣についてたよ、ことか。だって今ね、ナイトバットくんを見るね。あのね、私ね、初めてナイトボットをね、使ってるからね、どんな感じなのかあんまりよく分かってない。あ、これか。メッセージで大文字を過激に使用してるユーザーをタイムアウトできますってやつ、これな、多分。これを一旦無効にして、このフィルターを使用するとエモートを悪用で、これ文字のこれもか、これもだな、これを有効にしとこ、繰り返しを有効にしとこ。これね、多分ちょっと優しくなった、ナイトボットくん。多分ね、ちょっとだけ優しくなったよ。最強設定だった。お友達も来てくれて嬉しい。いやー、幸せだ、本当に私は幸せだ。
のみ幻覚。あ、そうなの。歌、歌、明日しようかな。でもね、今週はバラナントの世界大会があるから、あんまりね、あの長時間はできないけど、バラナントの配信見たいんだ私。すごいなんか熱烈な方もいらっしゃるな。熱烈なファンがいらっしゃるな。照れた、照れたらバレちゃう。すごいなんかみんなあらあらしてほしいらしい。なんかあらあら言うときすごい恥ずかしい。あらあら言うか。久々のあらあら。あらあら。あってダメだ。恥ずかしくて、恥ずかしくてダメだ。あまりよく言ってない。深呼吸してる。あのファンサーバー、ディスコードのファンサーバーになんか質問とかあったのとかはなんかできる限り今度のなんか配信とかあとツイッターとか使って答えていこうと思うから、あのファンサーバーの質問とかに関してはもうちょっと待っててほしいかなって感じです。すごい、まだ緊張してるんだけど大丈夫かな。私心臓待たない気がする。とかそういうのもツイッターに載ってるからツイッター見てほしい。あと概要欄にも載ってる、概要欄にも載ってるのでぜひ見てください。多分みんな久しぶりすぎていっぱいお話ししたいとか聞きたいこととかたくさんあるからコメントいっぱいくれるけど、質問はこれから答えていく。これからっていうか時間以降の配信で答えていきます。ファンマーク、ファンマーク、ファンマークか。ファンマークね、ファンマークは普通にあれでいいんじゃない？なんだっけ？なんか、これね、いいと思います。いいと
うまい翻訳ありがとう助かるかわいいかい？あ、ちなみに何回か見たコメントね、もうファンサーバーのリンクの件はファンサーバーを作ってくれた方に許可を取っています。私がいない間に私のことをね、なんかいろんな配信で言ってる方がいらっしゃったみたいなんですけども、そこねだと他の配信とかでだと言ってほしくないので、あまり迷惑はお友達にかけたくないので、なので私のことを話すときはファンサーバーに行ってほしいなということで、ファンサーバーの URL を貼らせていただいています。ちゃんと許可を取っていますなのでみんなで仲良くしていただけたら嬉しいと思います。すごいファンがいっぱいなんだけど、すごいパンはもう大丈夫ディスコードのねフレンズとかよく飛んでくるんですけど、お仕事とか関わっている方のみにしていたりとか、あとファンサーバー作ってくださってる、管理してくださっている方とは連絡取るんですけども、やっぱねみんな平等にしていきたいので、お仕事で関わっている方と、あと私のやつでね、ファンサーバーとか運営してくださってる方のみとさせていただいてますので、ご了承ください。パンは違うよもうパンが多すぎたからちょっとナイトボットくん使っちゃったよ。パンがいっぱいになると他のね文字のコメント欄が見えなくなっちゃうから、やっぱみんなで楽しく配信を見ていただきたいので、まばたきできますなんて恐ろしい力なんでしょう
前田綿くん最強です。頭を振ってくれるかな。うん、こんな感じだから大丈夫そう。衣装かわいいよね。メイド服。何しよっか。やべえ、キャブになった。急にキャブったわ、ごめん。何か、何しよっかな。やべ、0時まで配信する予定だったんだけど、めっちゃ時間余っちゃった、どうしよう。どうしようか。あ、じゃあディスコードの質問今答えちゃおうかな。ファンサーバーのディスコードの質問に答えていきたいと思います。やばい、声が震えてる。緊張しすぎて。はい、どこなん？うん、Q&A インタビューあった。コメント欄を出して、あれ、コメントどこ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 、ポップアウト開いて、はい、はじめまして、縦の糸。私が聞きたいのはあなたがどんな音楽を聴くかということです。音楽はね、いろいろ聴いてるよ。最近聴いてるのはレディオヘッドとかビートルズとかオアシスとかクイーンとかもう聞いてるよ、みんなが知ってそうなの。とかもそうだし、ジャパニーズチルポップ系日本のチルい感じの曲これなんて英語で言ったらいいんだろう。チルってる曲聞く。古い曲とかチルってる曲をよく聴きます。あとは次、またツイッターでタバコを吸っているのを見たので聞きたいのですが、タバコを吸っているのを見た、あ、タバコを吸うっていうことを知ったから、どんなタバコの銘柄が好きなのかって聞いてるのか。私が好きなタバコの銘柄はハイライトのメンソールです。次、お菓子は何が好きですか。お菓子はあまり食べません。2×2 とは4じゃないの。好きな音楽のジャンルは何ですか。ああ、さっき言ったやつやな、チルってる曲。バイブス上げ気味でチルい曲が好きです。
やったことありません。あなたの恐れていることは何ですか？お金がなくなることです。バーガーキングとマクドナルドどっちも好きじゃないどの季節が好きですか？冬ですツインチと YouTube どちらメインにしますか？ツインチだと思います。これからまあやっていってどうなるかっていうのは考えていこうかなって思ってる。あなたの好きなポケモンは何ですか？私はポケモンは赤までしかやったことないので、リザードンかなあんまポケモンわかんないコダックも好き空き時間に普段から VTuber 見ているか、見ている場合は誰をよく見ているか、 VTuber あんま見ないかもYouTube がおすすめに上がってるのを見るかななんかこれといってなんかこの人を見るとかはない。最近見たアニメでおすすめのものありますか？キングダムキングダム大好きだよ。と最近何か新しいゲームをプレイしましたか？いいえ、バロランとかエーペックスか TFT ロルは本当にたまーにする。あとは現在プレイしてるゲームは何ですか？バロラント今後楽しみにしているゲームは何ですか？バロラント新マップ開放されたし、世界大会盛り上がってるからバロラントかな。あなたの好きなゲーマーは何ですか？バロラントあなたのパンツの色は何ですか？そういう質問はお受けしません。内緒です、秘密です。ハマキといえばそれは単なるキャンディーハマキですよね。これ多分タバコといえばそれは単なるお菓子のタバコですよね。コカシガレットのこと言ってんのかな。コカシガレット最近食べてないかな。伊藤さんお疲れ様でした。あなたのような優秀なメイドさんは何をして一日を過ごすのが好きですか？ゲームでーすヘタレメイドの場合、本来のご主人様は誰なのか。本来のご主人様に、本来のご主人様、私は一人です一人暮らしご主人様、あ、ママパパのこと。ママパパはマコさんだよ出た、これ人はピザのパイナップルのトッピングが好きですか？好きじゃないです不安はありませんか？いっぱいありますいっぱいあるよ。不安なんて、不安ないことはないです。一番好きなスポーツは何ですか？得意なのは水泳、好きなのはバドミントン、バスケ、バレーボール、まあ何でも好きかも。動くの好きやし、まあ、ただ外出は嫌いどんなジャンルの映画が好きですか？コメディ系とか。それからなんかツイッチ使って、ツイッチプライムのさ、あれウォッチパーティーしたいね。みんなで、みんなでウォッチパーティーしたい。みんなで一緒に映画見ようね。ハマキとお金の間であなたはどちらが一番好きですか？お金です。お金があればタバコも買います。好きなタバコのブランドは何ですか？ハイライトです。ハイ
ネットのミニソウルです。こんにちは、お会いできて嬉しいです。もしもスポンサーがつくとしたらどんなものがいいですか。なんだろう、パソコン関係とかゲームの関係とかそういうのかな。私がやってるのってFPS とかだから、そういう関係だと嬉しいかな。どんなエモートが欲しいですか。顔とかペンライトとか、あ、GG も欲しい。グッドゲーム。叶えたい夢はありますか。さっきのやつ、ツイッターにも載せたけど、年内10万人いけたらなって思ってます。協力してくれたら嬉しいです。みんな拡散よろしく。どんなエモートが欲しい。あ、違う、これ読んだ、違う。コーラとペプシどっちがいい。あんまそういうの飲まない。コーヒーが好きかな。はじめまして、伊藤さん。好きな食べ物は何ですか。豆腐とトマトです。リスナー参加型の企画ありますか。あー、どうしようかなって思ってて、あれにしようかな、メンバーシップのどれぐらいのレベルの人限定みたいなで参加型しようかなって今は考えてるかな。 Do you love candy? キャンディーってキャンディー？お菓子ってこと？それとも本当に飴ってこと？好きな飴はね、飴はね、のど飴。レモン味ののど飴いっぱい持ってるよ。あーと、お菓子は知らないけど、のど飴は前いっぱいもらったから持ってる。夢の車があるとしたらそれは何ですか。あ、車はね、スポーツカーだったら FD かな。で、レトロな車だったらフィガロかな。どっちも欲しい。どのような音楽を聴くのが好きですか。バイブさん気味にチルいやつ。次、マインクラフトをプレイする予定はありますか。多分ある、ダウンロードした。お酒は何か飲みますか。お茶割り。緑ハイ、グリーンティー。はい。お姉さんまた妹、どっちなんだろうね。美少年またはイケメン。あ、どっちが好きかってこと。お姉さんは妹、私がどっちっていうこと。うん、 Do you like ってこと。でも Do you like とも書いてない。お姉さんは妹って書いてあるんだけど、まあでも美少女系キャラだったらお姉さんも妹も大歓迎です。Pretty boy or handsome boy? Handsome boy?まあ別に3次元じゃなくて2次元だったらいいかな。2次元が全部好き。バナナ Yes or No? どういう意味これ。 What? すごい。 How are you? ってすごいシンプルだなこれ。お元気ですか。元気です。あなた
たの人生で最近起こったことは何ですか？初配信をしていること。自分の外見、キャラクターデザインで一番気に入ってるところはどこですか？全部好き。髪型も可愛いし、服装も可愛いし、目も可愛いし、目の形も可愛いし、口も可愛いし、横顔も綺麗だし、鼻もスッてしてるし、お口も可愛いし、全部可愛いよね、このキャラクターデザイン。さすが。曲のカバーをする予定ありますか？歌ってみたのことかな。歌ってみた。します。まだ収録してないけどね。メロンパンは好きですか？好きです。美味しいよね。一番の食べ物は何？一番好きな食べ物ってこと？豆腐とトマトだよ。鍋が好き。ゆるキャンは好きですか？すごい単体。でもゆるキャン好きだよ。ゆるキャン見るとさ、カレーカップ麺食べたくなるよね。カレーカップヌードル食べたくなる。スイッチのチャンネルで何をしようと思ってますか？ゲーム配信です。楽しみにしているコラボレーションはありますか？今のところはありません。好きなアニメはありますか？好きなアニメ、イニシャル D です。イニシャル D とジョジョとキングダム。みんななんか全部男勝りみたいなのが好きになっちゃった。日本人以外の人が日本語を学ぶのは難しいと思いますか？私は英語を学ぶのが難しい。頭が悪いから。あ、でも頑張ってくれたら嬉しいよ。頑張る人は美しいからね。ペットとして猫と犬どちらを選ぶとしたらどちらを選びますか？猫も可愛いけど犬しか飼ったことないので犬かな。で、犬の好きな犬種はゴールデンレトリーバーです。配信するときの決意の源は何ですか？配信ボタンポチって押すとスイッチ入るよ。好きなメイドの仕事は何ですか？私そのさ、家で暮らしてて好きな掃除とかはトイレ掃除が一番好きかも。心が落ち着く。なんか心が綺麗になってく気がする。一番汚いところじゃん。そこを綺麗に掃除するっていいことだと思うんだよね。綺麗に清潔に保つってことは。まあでも基本的掃除好きかも。PC の組み立て済みの PC を購入したのか自作したのか、お友達に手伝ってもらって作ってもらいました。好きな海外のバンドを教えてください。さっき言ってたレディオヘッドとかビートルズとかビーチボーイズとかオアシスとかクイーンとか。この辺。将来ストリーム用にゲームのリストをしてほしいと思いますか？
今はいっぱいもらってるから、それを消化したらかな。How nice to meet you. What do you this? See, dislike about being a me. あ、下に日本語書いてあるじゃん。みんな日本語書いてくれて嬉しい。メイドの仕事で一番嫌いなことなんですか？嫌いなことない。仕事に嫌いなことはない。コーヒーか紅茶か。コーヒー一択。あ、でもたまに紅茶飲みたくなるわ。口笛は吹けますか？吹けます。ちょっと夜にやるとね、近所迷惑だからあんまできないけど。日本人の彼女を作るにはどうしたらいいですか？日本語を勉強にする。あとなんかこういろんなことが、金たちが落ち着いたら、日本に来たりとか。日本語を勉強することが一番かな。ヨルシカの音楽は聞いてますか？最近聞いてないかもな。言ってで止まってる気がする。あなたの好きなデザートは何ですか？デザート何でも好きな。甘いもの好き。なんだろう、一番好きなもの。一番なんて決められなくない？だって美味しいもん。好きなタバコは体に畳みに取れる。毎日大体何本吸った？毎日1箱。どのようなケーキが好きですか？ケーキ、ショートケーキも好きだし、いちごのタルトも好きだし、レアチーズケーキも好きだし、チョコレートケーキも好きだし、全部好きかも。モンブランとかも好きだよ。嫌いな食べ物がそんなにない。あなたの好きな色とその理由は？緑好きだよ。好きな理由、色の好きな理由。落ち着く。ストリーミングや VTuber の魅力は何ですか？なんだろう、魅力。私は仕事としてやってるから。魅力難しいな。家から出なくてもみんなと話せることが魅力じゃない？次、The trolley problem. Will you see? あ、これ下に書いてある。一人を助けるのか、五人を助けるのか。これどういう意味？ What? 一人を助けるのか、五人を助けるのかってなんだろう。助けられるなら5人助けるよ。好きな果物はありますか？好きな果物か。好きな果物はなんだろう。全部好きかも。桃とかも好きだし、グレープフルーツとかも好き。自分のディスコードサーバーについて最初に考えたことは何ですか？みんなありがとう。みんなファンになってくれてありがとうって思った。ファンの人がみんな仲良しにいてくれることが
嬉しいから。いいファンを、いいファンに好きになってもらって幸せだなって思った。あなたの好きなアニメは何ですか？先ほど答えした通り、ジョジョとイニシャル D とキングダム。はい。で、next、人生の意味とは何か。What is the meaning of life? え、人生の意味なんだろう。人生の意味、深い質問だな。人生の意味か。自分が年を取った時に、まあ年は取るじゃん。年を取った時に、なんか、ああいい人生だったなって思えるように、なんか明日とか、もう1時間後とかに死んでも悔いがないように生きて、あ、よかった人生だったなーみたいな思えたら勝ちだと思う。質問の答えが合ってるかわかんないけど、意味っていうものは、人生の意味って自分で見出すものだから、それはなんか自分で決めて目標を立てるといいと思う。それは他人が決めることではないと思うんだ。はい、次。あなたのお気に入りのコミニエンスは、コミニ、でも近くに三大コンビニあるからさ、全部。一番は、でもコンビニで何か買うかって言ったら買わないからな。ないかも。どうしてそんなに可愛いの？ありがとう。嬉しい。まあ、私は自分に自信ないから。みんなが好きでいてくれることが自信につながってるから、みんなのおかげだよ。ビーフかチキンか。ビーフ or チキン？あー、チキン。あ、やる気はありますか？やる気しかない。行ってみたい海外の国はありますか？あのね、パリとロンドンには行ったことあるんだ。でももう一回行きたいと思う。あのフランスとイギリスは行ったことあるから、もう一回行きたい。あとアメリカも行ってみたいし、いろんな国行ってみたいよな。人生経験になるし。ポテトチップスは好きですか？あまり食べないかな。ポテトチップスはあまり食べない。
すごいおやつの質問いいんだけど、申し訳ないけど私はおやつはあまり食べない。耐久配信見たいんですけど、いつかやる予定はありますか？ツイッチ基本長くなるかな。バラランとの大会が終わったらね、バラランとの世界大会が終わったら、そう、時間配信すると思うよ。PC のスペックはさっきも言った通り、インテル Core i9、GTGTX だっけ、あれなんだっけ、あ、RTX だわ。GTR が思い出しちゃった。違かった、車に引っ張られた、すまん。RTX3070、 メモリは32GB 積んでます。はい、次、リアルタイムストラテジー、ターンベースストラテジー、グランドストラテジーなどのゲームは好きですか？全部知らなかったです、申し訳ない。待って、愛とは何か、深い。What is love? そうね、愛とは、愛とは、思いやりとか、この人、この人のために何かしたいなとか思ったら、それは愛なのではないでしょうか。私はみんなを愛しています。みんなのために楽しい配信をしたりとかしたいなって思うから、みんな大好きだよ。次、あなたはどのソースがお好みですか？チリソースかトマトソースか、どっちも好きなよ。あの、スイートチリ好き、トマトソースも好きだし、スイートチリも好き。次、海外旅行したことがありますか？その前どこ行きましたか？イギリスとロンドンです。ロンドン違う、イギリスとフランスです。イギリスのロンドンとフランスのパリです。空き時間に YouTube で見たいコンテンツは何ですか？バララントのバララントの上手くなるやつ見たい。プロの選手とかの動画とか見たりとか、自分が苦手だなと思ったりとかしたのを検索したりとか、あとはこのキャラクターのスキルの使い方とか、そういうのをなんか検索してみるかな。はい、次、超能力を手に入れる機会が得られたら、あなたは何を選びますか？そしてその理由は何ですか？すごい、なんか心理テストじゃね。心理テストみたいな質問がいっぱいあるね。超能力を手に入れる機会が与えられたら、あなたは何を選びますか？超能力、超能力か。なんだろう。すごいさ、平凡な生活、幸せな生活が送れるようにな超能力が欲しい。私さ、外出すると絶対に不幸が起こるから、そういうのなくしたいかな。お腹に一回いたんだけどね、でもなんかそれでもダメみたいだから。はい、次、
あなたはどの楽器が得意でどの楽器を学びたいですか？楽器はね、管楽器なら全部できるよ。サックスとか得意かな。ソプラノサックス、アルトサックス、テナーサックス、バリトンサックスもできるし、トランペットもできるし、トロンボもできるし、チューバもできるし、ホルンもできるし、いろいろできるよ。まあ、楽器は持ってないけど、あ、弦楽器とか打楽器とかは苦手かもしれない。あの、一度に同時なことをできないし、弦楽器はちょっと指つりそうになった、手が小さいから。はい、次。伊藤さん、こんにちは。お会いできて嬉しいです。今日は一つ質問が、あ、これ質問じゃねえや。伊藤さんはどんなお菓子ですか？どんなお菓子、多分どんなお菓子が好きですかって聞いてるんだろうな。お菓子、何かお菓子あるかな、好きなお菓子。好きなお菓子か。おかしい。思いつかないってことはそんなに別に好きってことじゃないんだろうな、多分。どんなになりたいですか？どんなになりたい？どんなになりたいってなんだろう。英語だとなんて書いたな。What kind of candy would you be? どういうことだろう。まあ、ちょっとわかんない。すまぬ。はい、次。あえて言えばサーバーのどの部分が一番好きですか？みんなが仲良しなところ。あと、なんか私じゃない方が管理してくれること。私もさ、ちょっと一人で全部やることは難しいから、管理してくれる人がいるのは嬉しい。みんなが仲いいところも嬉しい。で、出たー。 What is your pants color? Oh my god! Fuck you! あら、もうこれで終わりかな。読み終わった。やったね。ちょっと水を汲みます。はい、私の日本語が通じるかわからないんだけど、英語がわからないから英語では説明できないんだけど、あの、基本的にこの初配信でしか私も注意しないんですけど、前のことについて詮索したりとか聞くのとかは NG です。私は盾の糸です。初配信です。よろしくお願いします。
これのあの質問は事前にあのディスコードのファンサーバーで行われたものなんだけど、あ、もしなんかね他に質問があったらなんかそこに聞いていただければなって思ってます。私のことが知りたかったらまあファン同士でみんなで個人間でやり取りしてほしいかな。私の目に入るところではしないでほしいかな。あとセクハラは良くないぞセクハラは良くないぞ。すごいセクハラちょっと多いんだけど いっぱいなんかナイトボットくんがお仕事してるけど大丈夫そう？忙しそうだよ。喋ったな。他に何かあるかな特に初配信で言い残したことはないんだが、でもさ予定をさ0時までしようと思ってたんだよね。0時までしようと思ってたんだけど、緊張しすぎて疲れちゃったよ俺なんか配信ボタン押すまでがね緊張しすぎた。疲れたけどこうしてみのんとねお話できることがすごく嬉しいから、これからも頑張っていきます。こんな感じか。なんかあるか他に。明日ね、明日もまた会えると思うから。明日ね起きてからね
配信したいなって思ってるよ。基本的に起きたら配信したいって気分だから。そう、いやね、バラランドの大会が見たい。みんなもバラランドの世界大会見てね。あ、ファンアートも募集してるよって言った。まあこんな感じかな。みんなありがとう、ありがとう、ありがとう。まだね、オープニング、オープニング、あの待機画面とか、あとエンディングの画面とか作ってないけど、これから作るから、それは待っててほしいね。またさ、明日またさ、起きたらみんなと会えたらいいなって思ってるよ。初配信の感想とか、ツイッターのタグとか使って教えてくれたら嬉しいな。Thank you watching だよ。Thank you guys。Thank you, I'm so happy! Next streaming tomorrow! Thank you, thank you!それでは皆さん、ちょっと早いけど、これで初配信を終わりにしたいと思います。Thank you for coming. Thank you watching. チャンネル登録と、Twitter のフォローと、Twitch のフォローと、高評価と、通知ボタンお願いします。それではみんな、また明日、バイバーイ。